皆さん、おはようございます。第6 0号キングタクです。え、肝機能障害についてです。はい。食事療法。まあ、タバコ、吸ってる方、多いと思いますが、タバコはまずしないでください。もう、肺炎になります。もう、コロナウイルスの可能性もあります。はい。タバコでも、はい。脂肪肝の方は、まず原料を、はい。肉類は脂肪を減らす食べ方にしてください。そして、そして、調理法を変えます。はい。エネルギーダウンで。 揚げる、炒める、煮る、蒸す、網焼き、茹でる。さっきと同じですね。はい。さっきの通風の方のと同じですね。はい。野菜や海藻類はたーっぷりとってください。まあ、コツとしては加熱する。スープ類は具だくさん。ビートバット、キュウリなどすぐに食べられる野菜を常備する。はい。じゃあ、NA、SH、過去非、アルコール性脂肪性、性星、 肝炎とは何でしょうか以前はお酒を飲まない人の脂肪肝は肝炎変に進むことはないと言われていました。しかし近年お酒はスス飲まなくても脂肪肝から肝炎、肝硬変に進行するケースがあり NSSH と呼ばれておるんです。脂肪肝肝や甘いものが好きな人は要注意をお願いします。S, S 型にもあります可能性としては。だから酒は飲んじゃあ,あかんです。禁酒、摂取。 ご飯や麺などの取りすぎにもご注意を。はい。鉄分の取りすぎもダメです。取りすぎにご用心。はい。あとは3食きっちり食べることが大事です。はい。そもそも何度も言いますが、生活習慣病の予防は食生活から始まるんです。もう、しじみだけではダメです。しじみ汁は肝臓にいいんですけども、バランスよく食べましょう。それじゃあ、バイバーイ。